こんばんは、元男の子の青木香音です。ドン。今回は月1恒例企画になりつつあるセンスのない私がゾゾタウンで人気ランキング順に約5万円分を買って開封し、そして着てみるという企画でございます。みんな覚えてんのかな？なんか3ヶ月ぐらい前までの動画って、毎回似たような服とか、服変わったとしてもそんなにいつもと似たような服ではないみたいな、そういうコメントが多くて、まあ見ての通り、ファッションがすごい疎いっていうか、服を買うっていうモチベが当時なかったんですね、全く。まあでもコメント欄で視聴者の方にちょいちょい、かのちゃんファッションもっと気使った方がいいよとか言われるし、どうしよっかなーって悩んだ時に、友達と普通にプライベート会ったんですね。したらその友達から、カノンもっと服しっかりしなよみたいな、前会った時もな似たような感じだよねって言われて、でもなどうやってファッションセンス上げていけばいいんだろうなみたいな、雑誌読んでも雑誌の通りに買ったところで私似合うか分かんないしっていうすごい葛藤があり、そこでゾゾタウンを見て、なんか私と同じぐらいの身長の方、170センチなんですけど、そういった方々がウェアっていう自分のコーディネートを載せるアプリがあって、そこになんかこのぐらいの身長の人でもこういう風に着こなせるみたいな、これだったらセンスのない私でも高身長の人のランキング順に買っていけば間違いないよねっていうので、前回に引き続きまた5万円分買ったっていう、まあ確かに5万円分で高いけど、その YouTube の衣装って考えたらまあ許容範囲かなって。まずは人気ランキング順にボン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 買っていけばさ、例えば今後ユニクロとか、まあ、どっちかっていうとお手頃価格で買えるようなお店で買っても、まあこういうゾゾタウンでファッションの勉強ができるわけなんで、応用してここで得た知識でいつかいろんなおしゃれな YouTuber がやっている GU のコーデ企画とか、なんかそういうのもやってみたいですよね。今の私のセンスのなさじゃ多分 GU で1万円コーデとかやっても絶対ダサいんで、とりあえず人気ランキング順に今のうちにちょっと勉強しとこうと思って相談を変えました。じゃあ早速開けていきたいんですけども、実はちょっとここに今載ってると思うんですけど、この前久しぶりに会う方々がいたのでちょっと気合い入れたいなと思い、実はもうフライング開封を下からしちゃってんですよ、ほらね。で、それがこれなんです。今着てるこのサロペットなんですけども。あと、イヤリング。なんで、これも後で商品名言うんで、早速開封していきましょう。ほんと勉強になるんですよね。こういう人間いるのかな？他にも。勉強にならない？なんか似たような体型の人のコーデとか見とけば、すごい安心っていうか、やっぱ私、高いし、身長。今まで困ってたんだけど。まずですね、今私がつけているこのイヤリング。これが、ブラス 28mm フープイヤリング。1999円。です。そしてこの今着てるサロペットがジュノアティアードスカートサロペット、大きさがラージで5588円ですね。結構気合い入った値段だ。じゃあ上からどうですか、ワンピースですね。スカートになってるんですね。チョコビコラボ花柄キャミワンピース5999円、イーハペンワールドギャラリーってとこですね。そしてじゃあお次がローリーズファームのタンクトップだ。ローリーズファームすごい好きなんですよね。この中に着てるこれもローリーズファームなんですよ。ただこれやばくない？肩幅やばすぎ。動画だけだったらまだしも外できんの度胸が必要だな。はい、これですね。これ1900円プラス税です。ブラック片方だけこう下に下がってる感じなんですね。シンメトリー、ノンスタの井上さんみたいな感じです。次がアースミュージック&エコロジーのスカート、サス付きジャンパースカートのグリーンですね。サイズがフリーの4391円です。なんかこういうやっぱ生地私すごい好きなんだよな。ちょっとしっかりめの生地。あれ、なんか私こういうサロペット系多くないかや。あ、でもねこれあれなんですよ。うわ、やべ、下から抜けた。はい、これ見ての通りここにあるわけだから、肩掛けがなんかお腹のところでキュッと締まってる感じなんですよね。だからここの部分がないんですよね。気になったんで買いました。楽しみだな。でお次がこれです。ソルベエナのフェザーフラワーギャザーブラウスのグリーンですね。お値段が4840円です。じゃじゃーん。そう、これと組み合わせたくて買ったんですよ。なんかモデルの方がすごいこれの組み合わせがかっこよかったというか可愛かったんで、涼しそうだしいいなと思って。最近結構ダイエット頑張ってるんで、ここをそろそろ出せるかなっていう。頑張ったよ、自粛期間中マジで死ぬほどダイエットして、今ね9キロぐらい落ちました。
そしてお次がシースルー村染めスタンドカラーシャツです。フーズフーっていうやつなんですね、メーカーが。フリーで値段が5900円。高いな。高くない？これも変わった形なんですよね。これすごいなんかスケスケで、なんか上から羽織る感じのやつなんですよ。なんか黒のタンクトップ、さっきのやつにこれを合わせてるのを見たんで買いました。これ最近流行ってるらしいですよ。ちょっと私は疎いんでわかんないんですけども、一応ランキング上位から買ったから間違いないでしょ。ゆるっと履くバルーンパンツ、クラシカルエルフの3694円のジーンズですね。なんかウエストだけキュッと締まってて、ここは普通みたいな、でここがちょっと締まってるみたいな、だからここだけが緩くなってるんですね。私パンツスタイル、あのダイエット前はちょっと心配だったんだけど、頑張って痩せたからいけるでしょ。次がアビー東京のクロシェ編みフレンチスリーブロングワンピース、サイズがフリーの6699円でございます。サマーニットみたいな感じなんですかね。薄くて気持ちいい。これでウエストのところにちょっとゴムがついてるから引き締められるのかな。あ、これで縛るんですかね。この後で引きます。でピアスっていうかイヤリング、私イヤリングなんですよ最近。ピアスがちょっとあの耳がつけるのが痛くて、なんか安定しないんですよね。ピアスの穴開けてるんですけど、これが真珠ライトゴールドコーティングガラスのフォエーベペンダントフープイヤリンググレーの2970円でございます。かわいい。これなんか動くの可愛い。そしてですね、最後にこれを買いました。靴ですね。私はスニーカー大好きなんで、今履いてるのがもう定番中の定番のニューバランスですね。グレー履いてるんですけど、今回これ買いました。はい、これがコンバースのオールスター。もうこれみんな言わなくてもわかるよ。はい、これが25センチのオールスターの靴です。本当は24センチぐらい履きたいんですよ。24.5 とか。なんか女っぽいじゃん。憧れなんですよね。ではですね、今から履いていく、ポルターガイスト。今回は全部着るのではなくて、私がちょっとお気に入りの、そう、組み合わせを皆さんに見せたいんで、それ以外は普段の動画を見てくださったら、多分今後出てくると思うんで、よかったら引き続き見てください。じゃあちょっと準備していきます。まずはこれとの組み合わせ見たいな。これと組み合わせの、これを着てみたい。ちょっと行ってきます。シャクシャクシャク。尺がやばいよ。お待たせしました。どうでしょうか。でもなんか涼しげな感じですね。こっち片方だけ落とすと、あ、でも片方落としてこれ微妙かな。こっちでもいいんですかね。ちょっと全身見てみましょう。ただまだ気になるな、この辺が。どうでしょうか。こんな感じでございます。横から前から痩せて見えますか。二の腕目立つかな。やっぱこれ、え、ほんとなんだよ。私ね、体重落ちたの。これ何？これ。脇、これ閉じたらさ、こうなるからさ、やばくない？したらですね、お次は、これとこれと、このタンクトップで組み合わせてみます。え、これやばくない？え、これ、なんかの衣装ですか？これ。ちょっと待って、私こうなるはずじゃなかった。ここまではいいんですよ。ここまではいいの。全然。え、これ何？私こんな格好でずっと歩けないよ。ちょっと待って、これ想定外だな。そうだよ、確かにモデルさんへそ出てたな。へそ出てたわ。モデルだからへそ出てんのかなと思ったけど、それへそ出るわ。で、上がですね、結構こんな感じで、すごい涼しげな感じ。で、これ最後までこうやってやると、なんか腕見えないから暑苦しく見えるような気がして、私こんな感じに腕まくってますね。こんな感じになってるんですけど。それ全身いきます。やべ、転がった。あの、涼しげっちゃ涼しげだけど、これなんかの衣装みたいな感じですね。これ街中でこんな服で歩く人って、体のボディラインはすごいすっきり見えるんですけども、へそが出ました。これが正面でございます。で、横です。こういう感じです。もうちょっと肩かけるとこんな感じですけど、私は度胸ないんでやってます。ほんとみんな何度もごめんね。私がよく使ってる広角レンズ、これをつけると、ほら、もういつも私ここ最近、動画の端っこ歪んでません？で、これをつけるとね、もう全部の範囲が映るからいいんですけど、カメラのね、ここが汚くなるんですよ。だから、どうしたらいい？とりあえず、ちょっとこれが原因っても分かったんで、別のもんちょっと、すぐ次の動画まで用意する。とりあえず、今回の動画は、これつけさせてください。全部映んないから。
で、なんか私思ったのが、下のね、ちょっとダボっとしたズボン。これ、男子ぶり？男子の時に、よく学校の制服とかでやってたっていう感じなんで、これ女になってからこんなダボっとした服着るの初めてかもしれない。まあ、これはちょっと恥ずかしいけどな。慣れなんですかね。やばいよね。これ YouTube バンされないかな。そしてですね、次は、この、これ。と以前買ったこの普通のグレーっぽいドルマン風な形のやつと合わせて着てみようかな。色的に合いそうなのが他にないんで、今回買ったやつとは。なのでこれでちょっと着ていきます。じゃあ行っていこう。マジへそ見せないからな、これ。だけど、これ最近の服装ってあんま変わらなくない？目新しさないよね。これなんだろうな。なんか似たような服ばっか買っちゃうっていうのが。最近の服装と変わんないもんな。ま、ここの、ま、ここの部分がないバージョンのサロペットなんで、ま、これはこれでなんかすごいお腹が引き締まって、痩せてる感じに見えるんですけども、ま、ちょっと全身姿見ましょうか。あ、大きい。こういうとこだよ、おめえって言われそうだけど。こんな感じです。結構大きめのポケットあるんで、iPhone とか全然入る。で、丈は私の身長でこんぐらいですね。サイズ的にこれそんなに別に悪くはない。で、ここが縛ってあるからベルトで自分でこう調節できるんですけど、引き締め効果あるかもしれないってダサ女が言ってみた。あとこれ結構生地とかもいいんで、アクセサリーとかつければ、うん、悪くないような。私最近こういうなんかアプローチとブレスレットに重ね付けしてなんかいるんですけども、これだったらなんかやってる感っていうかあるかな。自信なくなってきた。あ、そっか、これちょっとつけてみましょうか。これせっかく買ったのにつけてなかった。どうする、ちょっと片方つけてみようか。あ、なんか耳でキラキラ光るのもいいかもしれないですね。あ、これいい。さっきの黒いあのへそ出しのやつにも合うかもしれないけど、どうかな。これよかったら教えて。あ、そうだ、視聴者の可愛い女の子からなんか事務所にね、可愛いピアス送ってもらったんですけど、これちょっとつけてみましょうか。ありがとうございます。これ反対につけてみましょう。ピアスね、開いてるんですよ、私。ちゃんと。これあるでしょ。入るかな？あ、入った。耳貫通しております。あ、かわいい。これもかわいい。こっちもかわいいけど。やっぱ視聴者さんにもらうのはすごい嬉しいですね。大切にします。すごいんだよ。写真まで送っていただきました。顔はちょっと半分隠しちゃいますけど。ありがとうございます。これ前回買ったやつ、これもこれでね、気に入ってるんですよね。私ゴールド好きなんで、結構大きめだし、なんか映えるっていうか、大きいこういうものつけると、なんか顔がね、小顔効果見えるような気がしたの。こっちの主張激しいから、あんまこの面長感が目立ちにくいっていうか。という感じですね。今回は、ZOZO TOWNでまた恒例の5万円分買って、青木香音ダサダサ人間脱出大作戦っていう感じでやらさせていただきました。すごい、ここから私のめちゃめちゃ持論なんですけど、やっぱり、元々男として育ってるんで、本当の女性と同じようにするためには、やっぱり女性が今までやってきたことを私が頑張って後追いして学んでいかなきゃいけないと思うから、女性ってやっぱりさ、子供の頃から女の子の服とかいっぱい買って、まあいろいろ学んでいくじゃないですか。それ私が今すごい短期間でぐっと集中的に勉強してるっていう感じですかね。なので、まあ、月1でしばらくは恒例でこの ZOZO TOWN の開封やっていこうかなと思います。少しでもですね、楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter と Instagram と TikTok も、あ、最近ですね、インスタをほぼ毎日更新してるんで、そちらもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。別の動画でこういうのも出てくると思うんで、その動画も見てください。さよなら。